私の漫画オールスターを発表します。1号艇キングダム、2号艇ワンピース、3号艇が7つの大罪、4号艇ナルト、5号艇が進撃の巨人で、6号艇がワンパンマンです。1号艇は圧倒的にキングダムで、もう3週ぐらいはしてるかなと思います結構長いですけど、でも本当にどこのレース場でも今置いてくれてるので、ですし長すぎて前の話も忘れやすいので見返しても何回も楽しめて、しかも歴史もすごく好きなので、ああいう昔の話とかも好きで、もう今は一番ハマってるのがキングダムですね。まあ他のは結構王道なんですけど、6号艇のワンパンマンだけはすごく気楽に読めてどうしても続きを読まなきゃいけないとまではならないんですけど、あったら、あ、続きがあったらちょっとテンションがちょっと上がる漫画です。いつ主人公は負けるんだろうと思ってます漫画選んでると他に漫画を選びに来る人がやっぱり来るので、どれが面白かったよって情報交換することはしょっちゅうありますね。あとはだいたい誰がどんな漫画読むかも知ってるので、自分と趣味が合う人に本節のはどれが面白いですかって結構聞きますね。でおすすめされたやつを読みます。もう今言った6個はどこ、だいたいどこでも置いてあることが多いですね。あとはまあ約束のネバーランドとか今流行ってたりする漫画とかは結構どこの城にも置いてあります。もうワンピースとかは絶対ありますね。私の寿司ネタオールスターを発表します。1号艇アワビ、2号艇がアナゴ、3号艇サザエ、4号艇がトロタク、5号艇がヒラメで、6号艇が卵です。正直言ったら6号艇全部貝になりそうなぐらい貝がお寿司好きなんですけど、でも貝の中で一番アワビが好きで、歯ごたえがめっちゃ好きです。もう煮ても焼いても何してもアワビは好きなんですけど、いやもう本当はつぶ貝、赤貝、鳥貝、全部貝ばっかりいつも食べますマグロとか全然食べないんですけど、これなんか西の方の人食べないらしいですけど、あんまりでもトロタクはめっちゃ好きです。大きいアナゴとかめっちゃ好きです。でもご飯があんまり好きじゃないので、だいたいシャリコマにしてもらいます。全然あっさり してないものでも全然食べます。もう、もう一回、大体アナゴとかを2回食べたりしますねあ、卵とかですかね、最後ちょっと甘い口で終わりたいなって思ったら。では次回もまた見てください。